ポルトガル監督、私はスコットを理由に選出外にすることはない。英誌、ザ・スコティッシュさんによると、ポルトガル代表監督に就任したマルティネス派。スコットランドでやっているからといって、ジョッタに同じチャンスがないということではない、と話した。ポルトガル派5大リーグで82選手がプレーしている。そしてジョッタのように、出番を待っている素晴らしいタレントを持った選手たちもいる。すべての選手をチェックしようとしている。ジョッタもその一人なのは当然だ。これを受け、三種派、日本代表監督の森保派最近、強豪トレを招集しなかったの派、スコットランドのリーグを評価していないからだと主張した、と報じている。代表監督なんだから自分が納得した選手を選べばいいだけで、外野が言うことじゃない。Gリーグをバカにされればチーム関係者派もちろん、スコットランドメディアも売り上げにも関わるから外野ではない。散々使って全然ダメだっただろ、わら。同じチームの前田派ちゃんと呼んでるわ、わら。つかスイスベルギーには視察に行くのに、スコットランドには行きもしないのはさすがに怒るんじゃなかろうか。ただでさえリーグレベル云々の騒動があったのに。森保派ドイツ2部の田中碧に、どうしても会いたい、とラブコール送ったり。相馬キュンに会いにポルトガル入りしてるからね。結局、リーグレベル発言派ねじ曲げられて捉えられてるよな。スコットランドだから選ばないわけではなく、スコットランドも含めてリーグレベルも考慮するってだけだろ。ジョタ派、まだ A 代表に一度も選ばれていません。森保も二枚舌を使えって話だよ。